こんばんばはワンナップゴルフの平井博明です今回はですね以前も動画でグリップの握り方をやったんですけども需要が多かったのでまた新たに詳しくというかグリップのの握り方の動画を撮っていいいきたいと思います初心者の方なんかは握り方をどういう風に握ったらいいか分かんない方なんかいらっしゃると思うんで初心者向けに動画を撮っていきたいと思います。で動画後半の方にはですねマスターズ出るぐらいの方までより詳しい握り方を 取 <laughs> っていきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。平井博明のワンアップゴルフ。まず初心者の方、どうやって握ってます今。握り方を習ったことない方だったらすごくいいんですけど、まずは強く握れる握り方がいいんですよ。一番強くしっかり握れる握り方はどういう向きになりますかってことなんですよね。最初に握り方はこうやって握らなきゃいけないってやると意外と ヘッドをててやられたたにこうずるって滑ったりとかしちゃうんですよそういう握り方って後々打った時に大事故になる可能性があるんで今からクラブをグルッて回すんで回らないように手の中で回らないようにしてくださいねって握る感じがいいんですよギューッとそっからその握り方になったら緩めて自分の好きなグリップ力で握っていただいた方がいいですねグローブはめるとこうマジックテープくるじゃないですかこれが縦に こうやってなる方だったり、これ、まあ、ウィークグリップですね、今。なんだろ、う、スライスグリップっていうのかなわかんないけど。ウィークグリップって言われてるんですけど、この向きで握る方もいれば、多少ストロンググリップ、フックグリップって言って、ちょっと内側にこうやってねじって、こういう向きで構える方もいれば、もう完全にフックグリップって言って、こういう向きで握る方もいます。いろいろグリップの向きがある。 逆を言えば、それだけ種類があるんで、お好きな角度で握っていただいた方がいいんですね。もちろん、フックグリップって言われてても、フックグリップでスライス打つ人もいますし、ウィークグリップでドロー打つ人もいるんですよ。なんで、決まりがないってことを、初心者の方は分かっていただきたい。振りやすい、自分の振りたい、 スイングができるグリップの向きで握っていただいた方がいいです。基本は何って言ったらワンフィンガーって言ってグリップエンドの一番下にこうやって指一本巻いてそこにガーンって一番落として右を離したこの位置ですね。あんまりこうやってエンドギリギリで持ったりとか浅く握りすぎちゃうとあんま良くないんで最初はですよ 基本としてワンフィンがここに指を巻いて一番下まで左手のグリップを落とします。で、左手の位置は完成。そこに対して右手のグリップを添えるんです。その時に、 左手の向きに対して右を添えやすい向きが一番いいですねこれがこうなってたりこうなってたりしてもいいですなんでこの左手と右手の関係が相性がいい方がいいんであまり変な向きで握らない方がいいですね左手のグリップに対して添えやすい位置にしてくださいそれでその時にインターロッキンググリップって言って左手の人差し指と右手の小指をかけるグリップがあったりとか左手を完全に握って で左手の人差し指の上に右手の小指をかけるオーバーラッピンググリップっていうのとかあとはこうやって離して10本握って親指だけ左の親指だけこうやって乗せとくグリップですねあとはこの左手の親指も外しちゃうこうやって外しちゃってこうやって握るベースボールグリップとかっていろいろあると思うんですよ。大きく分けるとこののつでででですすかねそれは正直何ももいいいいよどんんなグリップの握り方してもいいんで とにかく優先することはそのグリップで自分の振りたいようなスピードだったり力感で振れるかどうかっていうことが大事なんでグリップがしっかりしてても自分の振りたいように振れなかったら何の意味もないんですなので振ることがメインなんでその振りたい動きができやすい握り方を探してみてくださいあとはですね握る強さなんかで言うとギューって握るのが10だとしたら7ぐらい。 では握って,ていただきたいですねあんまり緩くても良くないですし十ぐらいで握っても動けなかったりするんで多少しっかり握ってますよって言えるぐらいのグリップ力で握ることが大事ですねよく生卵が潰れないようにとかって言うんですけど僕はちっちゃい タイヤのスチール缶の缶コーヒーが潰れるぐらい僕は強く握ります。僕はだから9ぐらいで握ってます。ちなみにですけどね。それは後々ゴルフをやってく上で自分はこっちの方がいいっていうのが見つかればそれはそれでいいことなので緩いのが間違ってる、ギュッと握るのが間違ってるっていうのはないんで打ちやすい球が打てるグリップ力で持っていただいた方がいいと思いますね。もちろん大事な部分ではあるんですけど スイイングタイプによよるんですよ握る角度だったり握り方っていうのは例えば溜めるめめない溜めてこうやって下ろしてくる人だったら右手グリップっていうのを浅く上から握ってあげた方がいいですよ。浅く握るとこうややって溜めやすいのでこうやってこうクラブをこうギュッて溜めちゃう方っていうのは右手グリップを こうやって上から浅めにフィンガーで握ってあげた方がためやすくなるんで角度調整をしてみてください逆にクラブをリリースする方だったりリリースしてしまう方っていうのは右手グリップを深くこうやって深く握るんですよこうやってさっきはこうやって浅く右手を握ってたんですけど右手グリップを深く握ると めなないいいいでで、ですすすすすよよね。ね。リリリリーースするススしややんんそのるるイングに合いやすいってなるんですよ、ね、だから右手の角度でやれるスイングやれないスイングっていうのもはっきり分かれてくるんで自分のスイングタイプを見つけることがまず最初でそれに対してグリップの向きを調整していただいた方がいいですこれは素人さん向けじゃなくてある程度やったことある方に向けて今言ってますけども最初始めた手でとにかくグリップの向きがわからないっていう方は先ほど最初言ったように、まあ、握りやすい握り方の方がいいと思いますねで、基本 ごめんなさいもう一回初心者の方に言いますけども基本のおさらいとして指でワンンンフィンガーグリップエンドを一番番下下下を持って一番下に下げますその時にクラブの角度と左腕の角度の関係がこうやってなるべく90度こうやって握るのもいいんですけども最初はなるべく90度で握っていただいて。 構えた方がいいですね。クラブと体を一体型で振りたい方は、まあ、少しこうやって前に倒してもいいんですけどこれ女性の方結構多いんですよ。これやるとクラブが体から離れる可能性が結構出ますのでスイング中にクラブが体から離れてしまう方はなるべくクラブを 手に対してて90度で持ってくださいこっちの方が、クラブが体から離れづらいんで、引きつけやすいんで、ミスが減ってくるかなと思います。引きつけられて、例えばドライバー長いシャフトを使ってたり、大きいスイングで一体型で振りたいよっていう方だったら、手に対して、ま、少しクラブを斜めにして握ってあげる方が、グリップの中の隙間が減るんですよ。なので、一体感がより出るんで、スイングのメリハリがいい意味でなくなります。ゆったり大きく振れるんで、クラブの角度調整っていうのも 大事になってきますねどっっちがいいっていてうのはないですどう振りたいかっていうことですねアプローチなんかはそのままグリップしてもいいですしショットと同じグリップしてもいいですし僕なんかは本当にちっちゃいショートアプローチウエッジでグリーン周りで5ヤードとかちっちゃいアプローチ打つ時はこうパターンのグリップにしてこういうグリップにしてこうアプローチする時なんかはあります。だから色々その場にあったグリップは 何が自分は一番打ちやすいかっていうのでどんどん変えていいと思いますねだからマイショット変えてもいいと思いますしマイショット全部一緒っていうのでも全然いいと思うんで一番良くないのは誰に言われたからこうしてるっていうのがあまりない方がいいです自分オリジナルを見つけていただいた方が上達の近道になるんで本当に自分で見つけた方がいいですね打ちたい球振りたいスイングに対しての握りやすい握り方を探してください自由なんだねゲコンプリップそうだね結構自由だね、うん だから俺なんかもドラゴンホールとか行ったら小指外すもんね普通はこうやって握っててドラゴンホール行ったらこうやって外すもんねそ,飛ぶんだそうこうやって手打ちができるから <laughs> うんこれもまたね違う動画になっちゃうんだけど <laughs> 振り遅れたり距離が出ない方のチェックポイントは左こうやってグリップするでしょでエンドでここをもうめちゃくちゃ意識して支点にして、うん グリップの一番先端を持ってて右に倒して全速力でこののまんま左にここうやって倒すのこれヘッドついてるともちろんもっと遅くなるんだけどそれがどんだけ速く返せるかでどんだけ先に飛ばせるかそれを構えた時にやった時にそれだけインパクト強く叩いてますかってことそれができてないんだったらじゃあ飛ばないですねってなる使い方これちょっと話変わっちゃったけど指は親指でも変わるよね ショートサムロングサム、ムロングそう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 これが今徹君が言ってくれたのがこの左グリップの親指の位置これがロングサムって言ってこれがショートサムっていうんですよ僕ですか僕はショートサム <laughs>、うん、聞いてないですね <laughs> ごめんなさい <laughs> それでショートサムっていうのはリストが返りやすいんですよオーバーラッピングに向いてますっていうぐらいちょっと疑問が入るかなぐらいロングサムっていうのは インンターロッキングに向いいてるのぐらいだからマッチングはしますよまでは言わないですけど相性がいいのはロングサムはインターロッキングでショートサムはオーバーラッピングが相性はいいかなっていう感じはします。で僕なんか見てても知り合いのプロなんかも結構そういうパターン分けされてる方が多いんで。 あとはドドローーフェっっっってなってなくるとどどちちもどっちです動き方だけなんでドローヒッターはこっちのグリップフェードヒッターはこっちのグリップっていうのはないんでその辺は好きに使い分けて自分の打ちたい球が打ちやすい方の握り方をしていただいた方がいいですねだからその人によってどっちの球が出やすいとかって出てくるからそれをうまく使い分けるとねいいよねでその中でも1個だけなんかおすすめ言ってよとかってあると思うのそれはインターロッキングです 左手の人差し指と右手の小指をこうやってかけて握るこれは初心者におすすめこのインターロッキンググリップっていうのは結構一体感が出て強めに握れるんですよクラブをなんでそれはおすすめですかねオーバーラッピングっていうのは感覚ですよっていう方におすすめフィーリングで打ちたいですよもうこうやって打ちたい人なんかにすごいおすすめそれはもう結局絡んでないんですぐこうやって外れるんですよ でもインターロッキングって絡んでるんですぐは外れないですよね。動きづらいんで。そういうショットをこうしたい時なんかはこうグリップをまた使い分けても全然いいです。本当にグリップ一つにしてもいろんな種類があっていろいろ分けていただいた方がいいですね。握り方を今言ってきましたけどもそれに対してこのグリップ、このグリップの太さによっても全然それができやすいとかやりづらいやりやすいってあるんですよ。 なんででそれだけでも全然変わっちゃうね切りなくなっちゃうんで純正グリップに対してのことを今動画内で言ってったんですけど例えば。 グリップ自体がすごいこう太い方がいいっていう方とかって意見を言ってる方ってもう多分グリップの握り方自体はもうクリアしてる方だと思うんで最初の初心者の方なんかはほとんどがついたまま純正のグリップを使う方が多いと思うんでそういう方はどっちかっていうと細めのグリップだと思うんでいろんなグリップがやりやすいんですよ。それはまあ気にせず握りやすい握り方で握ってみてください。 自然と何も考えないで握った向きが一番いいんですよね。その中でも、いや、おすすめの向き一つ言ってよっていうあると思うんですけど、それは立って、肩を一旦上まで上げて、真横に肩を持ってきて、ストンと落とします。そしたら、今まあ座ってるんでブランってならないですけど、これブラーンってなるじゃないですか。ブラーンってなったら、ブラーンってなった向きの、この向きですよね。この向きのまま前にこうやって持ってくるんですよ。で、 ここにクラブをこうやって合わせて握った向き。この向きが自分のニュートラルポジション。正しい、まあノーマルポジションですよね。これに対して右手を合わせるんで、平井のノーマルグリップの向きはこの向きになるんですよ。この向き。これがノーマルグリップの向き。ここから、今の平井の現在の握り方は、こうなるんですよ。何が変わったのっしいですよね。<laughs> <laughs> ちょっと グリップ自体がこう角度をつける最初ノーマルポジションは何って言ったらここだったんですよでもここだと平井は気持ち悪いんでこっちにしましたで僕ドローヒッターなんでさっきのニュートラルポジションだとちょっとフックに感じちゃって左が怖いなと思うんで 2mm ぐらいウィークにしてますそれぐらいしかまあいじってないですけど自分のノーマルだなと思われるポジションよりもちょっとスライス系のグリップに変更してるっていう感じなんですよねそれで思い 切り、ドローをこれでもう思う存分かけてくださいっていうグリップの向きを作ってるっていう感じなんですよ。そういうふうに自分のオリジナルグリップを作ることはすごく大事なんでなるべくそのいいなと思ったグリップを変えずにずっとやってそこでいや,やっぱりもうちょっとこうしたいなっていう意見が出てきたらいろいろ変えていただいた方がいいと思いますね。では今回はですねグリップの握り方について動画を撮ってきました。 気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。